皆様おはようございます。キスジャガーです。2020年3月13日金曜日9時38分です。おはようございます。今回の動画はドライブの予習0070番、70番目になります。ちょっとね、間が空いて久しぶりになります。よろしくお願いします。現在西の方に向いて走ってます。阪神高速3号神戸線港川のあたりから若宮須磨の方に向いて西向きです。およそ2キロ先分岐を右方向です。はい、で今日の動画は、この動画はですね、第二神明を須磨から明石西まで西向き前線走るという動画になります。まあ以前にも出してるんですけれども、まあね、映る加減とか交通の加減とかいろいろありますんで、同じようなやつが重複しますが、毎回毎回多分条件違うかと思います。まあ、工事してたりとかね、いろんなことがあることもあるので、一応2020年3月13日現在の第二神明をお伝えしようと思います。まあ、時事ネタとしましては、2020年1月半ばぐらいからかな、まあ、2月に散々ピークで大騒ぎになったんですけれども、新型コロナウイルスっていうのが大変蔓延しておりまして、まだ解決の糸口もなく世界中がパニックになっております。株価もね、何年ぶりって書いてたかな、さっきちょっとヤフーニュースちらっと見た感じでは、もうだいぶ暴落ですよね。アメリカの株がトランプがいらんこと言ったがために、大幅に下がっておりますもんで、そういった関係からちょっと世界的に不景気というかパニックですよね。まあ、日本としましては2019年10月から消費税 10% に増税しましたので、まずその消費税増税の煽りを受けて大変不景気に入り込んでおります。いわゆる令和恐慌と言われる分が始まろうとしております。そこに加えて新型コロナウイルスのこのパニック、消費税増税で結構なダメージのところにコロナウイルスで社会的混乱ということで、今のご時世は大変混乱しておると。もうデマが流れてトイレットペーパーが手に入らなくなるよみたいなんで買い占めが起こってしまって、もうスーパーマーケットもホームセンターも薬局もどこ行ってもトイレットペーパー売ってませんみたいなことについ最近までなっておりました。今週ぐらいからね、ようやく手に入るようになってきた感じなんですけれども、もう災害とかも結構最近頻繁にありますので、備えられるのはいいんですけれども、不確かな情報で、踊らされてというか、買い占めに走ってね、マスクとかもないんですけれども、今その新型コロナウイルスのせいでですね、マスクとかでも手に入らないことはないけれども、普段500円ぐらいで買えるやつが1万円ぐらいするよみたいな、20倍ぐらいかけたかみたいな、転売屋さんの転嫁みたいなことになってますけど、ね、それが2020年の3月13日金曜日、今日現在そういう社会情勢になっております。はい、お待たせしました。ここからはドライブの予習、道路の話をしていきます。第二神明のスタート地点ですね。須磨料金所、
は制限速度70キロとなっております。スパ料金所スタート地点のようですが 1.9 キロポスト、すでに2キロ手前月見山のあたりからスタート地点やったかと思われます。高倉山トンネル579メーターやったかな。料金所を越えてすぐにトンネルがございます。今度はすぐにパーキングエリアがございます。結構ね、利用者が多くて止めるところがないよみたいなことは多々あるかと思います。はい、トンネル出てすぐのパーキングエリア、たるみパーキングエリアですね。コンビニがございます。ミニストップやったかセブンイレブンやったか、ちょっと通りがかり見てみましょうか。セブンイレブンですね。この先セブンイレブンと垂水食堂っていうのがあるみたいですね。今日は大型トラック止めるところも空いておるね。まあ珍しく空いてたんじゃないでしょうか。現在時刻9時44分です。3.5 キロポスト。まもなく分岐を右方向です。今の垂水パーキングエリアを越えますと、もう1キロほどで今度また分岐がございます。この分岐左の方に出ていきますと、妙谷ジャンクションって言うんですけれども、妙谷ジャンクションからは明石海峡大橋の方に行く方と、第二神明北線と、あと山陽道に行く方と分岐がございます。妙谷の出口もございます。まあ、それら行かれる方は今のところ左に、妙谷ジャンクション左に出てください。引き続き明石、加古川、姫路方面、岡山方面向きで西向きで走っております。第2神明制限速度は70キロです。結構ね、大倉田に越えるぐらいまでは上り下り結構きついんですよ。ご注意ください。この先合流があります。注意してください。妙谷インターの入り口ですね。はい、5キロポストです。9時46分かなりきつい下り坂を越えました。妙谷の、ジャンクションを越え、妙谷インターを越え、今度は上り坂になります。結構きつい上り坂です。トラックですとちょっと失速するんじゃないかなというぐらいきついです。から途半車線入るのやめとこうかな。と言いますのが、途半車線入ったらこのね、元に戻らなければならないんですが、元に戻るときに横に並んでね、並走される車が結構いるんで、元に戻れないっていうことが多々あるんですよね。出口に出たいのではなくて、途半車線で道を譲ってるだけだよっていうことなんですが、途半車線がなくなるよ、終わりますよという時に右をずっと並んで走られると元に戻れなくなりますので、皆さんもご注意ください。高丸インター出口です。この先合流があります。注意してください。高丸インター出口 6.8 キロポスト、高丸インター入り口です。間もなく7キロポストです。9時48分。下り坂ね、4.5% の下り坂です。結構きついんですよね。
70キロの道路なんですが、これあのボーッと走ってますとすごいスピード乗ってしまうんでご注意ください。まあ雨の日はね事故も多いんですけれども、速度違反で取り締まりっていうこともありますので、スピードの出し過ぎはご注意ください。第二神明は全線70キロの道路やったかと思います。はい、すいません、8キロポスト超えました。はい、きつい下りが終わりますとまたきつい上りです。大倉谷を越えて田松に向けてが一番きついんかな、下り坂が。その下りが終わったらもうしばらく登りないんですけれども、はい、間もなく大倉谷のインターになります。この辺りで9キロポスト、9.1 キロポスト、9時49分。大倉谷インター出口です。9.5 キロポスト、9時50分になりました。この先合流があります、注意してください。はい、大倉谷インターの入り口は 9.9 キロポストあたりですね。大倉谷インター入り口になります。9時50分。はい、10キロポストです。月見山を越えたあたりから10キロっていうことですね。から田松インターにかけてかなりきつい下り坂です。減速をかけないとこれは止めれないくらいのきつい下り坂になってます。北神戸線からの合流になります。左手最後の下りじゃないな、田松の手前でもう一回あるね。
で、ここの田松2キロ手前のこの長い下り坂の途中に日本の標準時、東経135度というラインがあったかと思います。あ、見えてきましたね。東経135度、日本標準時45線と書いてあります。 13.5 キロポストですね。この辺り9時53分です。前の2トン車みたいな、なんかおかしいね、走り方が。そういうのが蛇行しておるけれど、このインターは、ね、結構利用者多いんですよね。下の道を降りますと国道175号線に出ます。小野とか滝の社とかあっちの方に登っていけるような感じですね。田松インター、田松インターの出口です。15キロポスト9時55分です。浜津インター15キロポストあたりです。浜津インター入り口 15.3 キロポスト9時55分。大久保まで3キロ、明石西まで8キロ、姫路まで32キロとなっております。越えて明石西にかけてがちょっと渋滞するかもしれません。まあ、料金所を越えるまでがなかなか大変だったりします。で、帰り道の方は今の田松インターのあたりからも大久保にかけて 2,3 キロ渋滞していることが、まあ、多々あります。日常的にね。久しぶりにね、神戸方面走ってるんで、最近の事情がちょっとよく分かってないんですけれど、まあ、昔から渋滞する箇所というのは大体同じです。明石のパーキングエリアは、サービスエリアかな、ガソリンスタンドとレストランといろいろあるんですよね。で、かなり敷地も広いので、よっぽどのことない限り車も止めれないっていうことないと思うんですよ。まあ、垂水のパーキングっていうのはね、あそこは狭い上に利用者が多くて止めれないわっていうことが多々あるんですけれども、まあ、そういった場合はこちら利用されるといいかもしれません。18キロポスト9時57分明石のサービスエリア、パーキングエリアになります。サービスエリアやね、ガソリンスタンドもあるし。制限速度第二神明は全区間70キロです。
岡市のパーキングエリア、サービスエリアを越えますと1キロほどで大久保インター出口。出口 19.5 キロポスト9時58分です。この先合流があります。注意してください。大久保インターの入り口 19.8 キロポスト9時59分です。さっきまで明石市やったけど、ここは神戸市になるんですね。20キロポスト明石西まで4キロとなっております。明石西が第二神明の終点となっております。明石西の料金所を越えますと加古川バイパスっていう、まあ、無料区間なんですけれども、加古川バイパスを通り高砂バイパスかな、で姫路バイパスに入って大志辰野バイパスかな、でまあ国道2号線にそのままつながるかと思うんですけれども、姫路の方もねもう 2,3 年来てない感じですね。21キロポスト10時ちょうどになりました。なるかと思います。もう3分ぐらいのお付き合いですね。まあ、料金所出たところで一旦動画切らせていただきます。帰り道また0071番でお伝えするかと思います。およそ2キロ先料金所です。私の動画はこのように私の喋りが入りますので、ね、ドライブレコーダー撮影するだけのまた運転動画とまた違うんで、もしよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。チャンネル登録目標1000人まであと何ぼやろ、938かな。本日現在62人かと思われます。一応目指すところは1000人オーバーです。よろしくお願いします。この工事は何の工事してるのかな。およそ1キロ先料金所です。その先左方向有料道路出口です。工事をしておるので制限速度50キロに下げてくれっていうことになってましたね。 23.3 キロポスト、はい、ここから制限速度50キロに落としてください。料金所500メーター手前です。まもなく料金所です。はい、さらに、この先100メーター40キロに落としてください。目的地まで1キロメートルです。明石西、料金所、明石西料金所越えますと加古川バイパスに行く方と、明石西出口に行く方とございます。この右側が、加古川バイパスに行く方です。この左側が、明石西出口の方になります。ご視聴ありがとうございました。10時2分になりました。ご視聴ありがとうございました。明石西出口です。失礼します。